どうもサバイバーの皆さん。挨拶から早々顔見切れてるけど、今回からアークをプレイしていくわ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサと。解説役のゆっくりヨウムニョン。アークは恐竜とかのいる世界でサバイバルするゲーム。マップも何種類かあって、今回はフィヨルド。とりあえず早速やっていこうか。ちなみに今回はマルチ、リーズともマッテリス地にユタラプトルいるんだけど、始まって早々肉食恐竜に襲われてる。しかも設定めっちゃ軽くしたのはいいんだけど、あまりにもダメージ受けなさすぎじゃない？確かこの時は非ダメージ半分になってた気がするぜ。ちなみに細かな設定は概要欄のノートから、今回は概要欄の設定とは若干違うんだけど、だいぶ楽なサーバー設定になってるわ。そして奥から走ってくるのがモノポテだな。ユタラプトルあげる。肉食恐竜の押し売り販売。ちなみにいろいろやってるとレベルが上がって、スキル割り振りができる。私は全部移動速度に割り振りするわ。変態スキル割り振りじゃない？このゲームはちょいちょいプライベートでやってたけど、その時からずっと移動速度に振ってた。本当に変態じゃん。移動速度振り冗談抜きで強いから、ユタラプトルは何発か殴ったらどっか行ったな。ちなみにレベルが上がるとエングラムポイントってのゲットして、アイテムのレシピをそれでアンロックするんだけど、今回は自動で全部アンロックされるようになってるわ。まあよくわからない人はそのままでいいぜ。この辺の説明はアーク知ってる人向けだからね。そしたらまず最初は素材集め。素材の収穫量もデフォルトの5倍になってるわ。マジでいろいろと楽な設定になってるぜ。まずは暗くて見づらいけど茂みからベリーと繊維回収。繊維は素材で、ベリーは食料だぜ。ただ白と黒のベリーは注意。白は食べたら喉が渇くし、黒に関しては食べたら気絶するわ。睡眠薬かな？お茶にさぁ。で入れて使う。パート1なのに第4章始まっちゃう。ちなみにレシピが自動でアンロックされるから、一気にレベル上げると画面が埋もれる。この辺の作れるようになったアイテムは、作る時にまた改めて説明するぜ。そしたらサバイバルゲーの常識、木材を拳で殴るわ。ちなみにアークはしっかりダメージ受けるぜ。力は藁と木材が手に入る。藁ゲットして何に使うの？石はその辺に落ちてるから。石落としてますよ。この辺の素材使って基礎装備作成。ツルハシに布の装備、ないよりはマシな防具だな。服着てないからさっきまで羞恥心あったしね。サバイバル中にそれ気にするか？あとは棍棒と弓も作っておこうかな。棍棒は敵を気絶させるのに使う武器で、弓はまあそのまんま弓だな。そこら辺の岩から火打ち石が手に入る。それで矢と槍を作成できるんだぜ。ってことで基礎装備は作った。ティラノでも何でも来い。ティラノ今来たらさすがに死ぬ。ディロフォサウルス。ゲホで攻撃してくる恐竜。ヘロで攻撃してるわけじゃないから。ただ私の速度についてこれるかな？移動速度速い。の範囲だが、これ視聴者の人酔わないか？多分大丈夫。だと思う。妖精のコメントが多く来たら検討するわ。ちなみに死体からは肉と皮を回収できるぜ。それでこのマップ。普通のアークにはないんだけど、地図に謎のハテナマークが記載されてるのよね。現在地から近くにあるし、気になるし行ってみるか。あとなんかでかい木とか色々気になるものがある。このマップ、フィヨルドは北欧神話がモチーフ。あのでかい木とかもそういうことにょんね。あの木がアスガルドとミッドガルドを繋いでる。ちなみに今いる世界がミッドガルドで、当分先だけどアスガルドとかも行けるにょん。ヘイムダル、ビフレストを開いてくれ。北欧神話の知識は全てそうから。とりあえず近くのハテナマークまで近づいた。なんか重要そうな遺跡っぽい場所に来たな。お、綺麗な花が咲いてるわね。とりあえず片っ端から取っておこうか。綺麗な花とか言いながら抜くのサイコパスだろ。レアフラワー、なんかレアな花ね。すべての解説を捨てた説明やめろ。きっとこれを女の子にあげたらモテモテ間違いない。この花の香りは人を不快にする。モテるどころか嫌われるところだった。だがマジでこの遺跡は何なんだろうな。謎の紋章みたいなのもあって、よくわからないけどなんかかっこいいわね。まあなんかかっこいいな。今のところはどうしようもない感じかな？と思ったら反対側に赤いなんか発見。これはフィヨルドルーンってこのマップ限定要素で、これを200個集めたらなんと、他にも条件はあるけどミョルニルって武器が使えるようになるにょん。ムジョルニア、やばいめっちゃ欲しいんだけど。ちなみにマジでインドコンテンツだから注意。だいぶ省略したけどこれ200個集めるのは序の口で、調べてみたけどマジでえげつないにょんよ。正しい心を持ってないとモテないとか？じゃあお前は一生無理かもな。探索してたらリスチ付近にアルゲンタビス発見。アルゲンタビス、まあでかい鳥にょん。最低なクオリティの解説。アークは恐竜をテイムで仲間にできる。アルゲンタビスはテイムするとめっちゃ優秀。これテイム狙うしかなくね。パート1からアルゲンいたらだいぶ心強い。絶対にテイムは無理だと思うんだけど。って思うじゃん。私の移動速度が速いのと、設定で非ダメージ半減してるからワンチャンある。非ダメージ半減さすがに強すぎない？そう思ってパート3からは非ダメ普通になってるわ。さすがに非ダメ軽減が強すぎたんだぜ。パート1、
パート2は設定の調整も含めてるからね。最終的なパート3からの設定はノートに書いてあるわ。とはいえマジでだいぶ楽な設定だからな。そしてもう一つ気づいたことがある。さすがに麻酔弾なしであるゲンテイムは無理だ。残念でもなければ当然。普通はこういうののテイムは麻酔矢とか麻酔弾とか罠とか使ってテイムするもん。アルゲンは確か罠にかけれたはず。何にせよテイムするのは今後ね。だが空飛べるやつをテイムしてサドルをつけると乗れて、それで空を飛べる。マジで優秀なんだぜ。そしたら拠点に適した位置を探そうか、と。またユタラプトル。ユタラプトルはすばしっこい肉食恐竜。序盤だとだいぶ脅威なはずなんだが、その程度の移動速度で私についてこれると、変態スキルはリフリすぎる。マジでマルチの時一人が移動速度振ってるとだいぶ楽だから、これでティラノとかの兵とかってテイムできる。これそういうゲームじゃないと思うんだけど。ユタラプトルからは余裕で逃げ切った。それでこのレアフラワー。消費できるけどなんだっけ？普通に食料として食べれたっぽいが、特に効果のない食料って感じかな。うおお、なんで草食の恐竜敵対してるの？レアフラワーは食べたら10秒間、周りの恐竜が全部敵対する効果にょん。めっちゃ追われまくってて笑う。完全にそんな効果忘れてた。この敵対効果は普段敵対しない生物にも有効で、堂々が焚き火破壊しようとしてるんだけど。マジでこんな効果忘れてたんだけど、なんだろとか言って消費したからな。なんか焚き火の修理条件バグってるし、画像フォルダを読み込めてなかったよな。堂々に焚き火壊されたんだけど。逆にレアなんじゃないこの出来事。効果は切れたけどまだ一体敵対してる。弓の力見せてやる。レアフラワークワーク動画はそうそうないよな。こういうとこで差別化図らないとね。要はまさに動画投稿者戦国時代。差別化されてないチャンネルから潰れていく。このチャンネルは当分安泰ね。こんなクソみたいな動画そうそう作れないからな。それで今襲ってきた堂々を気絶させたけど、どうする？これテイムする？まあせっかく気絶させたんだし、肉とかはにすればいいかな。一回気絶させた上で、サイコパス的な思想を持ってるでしょ。ちなみに気絶中のこいつらに、肉とかベリーを食べさせればテイムできるわ。まあ今回は生きたまま肉にするけどね。あとあそこの猿、こういう生物は特殊なテイムができる。アイテムスロットの右端に食料を入れて渡す。そうすることでテイムのゲージが進むわ。このゲージが 100% になったらテイム完了だぜ。ちなみに今私があげたのは赤いベリー。紫のベリーが本当は一番いいわ。そしたらこいつの名前は UK。 UK は PC の容量不足でアーク入れれなかったからな。 UK は動画班、これでお前も一緒だ。ただし猿ってとこに悪意を感じる。それじゃこっちもテイムして、こっちの名前はモグで、モグも動画班のメンバーだな。リーズはまだ来てないけど、これで揃った。これモグと UK で繁殖できるんじゃない？地獄みたいな発想やめろ。って思ったけどこれどっちもオスね。あ、じゃあどっちも去勢しちゃおうか。UK とモグが去勢される。米印実在する人物とは関係ありません。ってことでモグは去勢完了。UK も去勢しておいた。マジでなんだこの会話。メソキテクスの去勢をしただけだからセーフ。それでついにリーズが合流した。そしたらそろそろ拠点の場所を決めたいわね。ちなみに動画冒頭にちらっと字幕出てたが、このシリーズではこんな感じで実況していくぜ。そしたら拠点に適した場所を探してくる。お前が一番そういうの向いてるもんな。こことかめっちゃ景色いい場所発見した。マジでめっちゃ景色いいな。ここに拠点建てたいが、水辺がちょっと遠いのが面倒かも。このゲームにも水分、食料ゲージがあって、そういうのの管理もしなきゃだからな。見た目だけじゃ選べないぜ。見た目だけじゃなく中身も大事。拠点選びはまるで恋愛、一期一会を繰り返す。その例え誰にも伝わってないぞ。ここにも水晶と黒曜石がある。まるで恋愛ね。とりあえずそれ言えばいいと思ってる。この辺の素材もいつか大量に使う。どこにあったか覚えておかないとね。視聴者の人覚えておいてね。そんぐらい自分で覚えておけ。最終的にさっきの焚き火のとこに戻ってきて、あそこのエアーズロック的な場所良くない？エアーズロックに謝れ。とりあえずあそこの上に拠点建築していくわ。まあなんかああいう崖の上はいい感じだよな。世界が水没しても残れるからね。崖の上のポニョかな。まあとはいえカリ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 拠点だけどね。どれだけ大量に拠点作るつもり？まあいつか引っ越すかもしれないけど、とりあえず建築、建築。建築、なんかこの辺土台とか置けないんだけど。お前みたいなやつに住んでほしくないってさ。たまに空からクレートが降ってくるんだけど、それが降ってくる場所には建物置けないもんね。ここ偶然クレート降ってくる場所だった？まあ若干位置ずらせば拠点建てれそうだな。そしたら今回は拠点建てつつこの辺で終わろうかな。本当はシリーズ目標ミョルニル解放だったんだが、想像以上に厳しそうで絶賛悩み中だぜ。欲しいけど、欲しいんだけど、何百時間もかかるコースだと思う。まあ目標考えつつまったりやるぜ。とりあえずパート1はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。